さて月曜日なんとなく始まりました YouTube 版アフターテラちゃん残業中でございます生放送でお伝えできなかったニュースとか放送中にですねあれこれちょっと気になるななんていうニュースをその日のコメンテーターとともにですねこの時間お伝えしてまいります今日の YouTube テラちゃん京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんよろしくお願いいたします,すよろしくお願いします藤井さんのまず一年ぶりの朝6時からのご出演 うん、緊張しましたねもう1年は大体後半ですから七、はい、時四十五分四十五分ぐらいからそう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  <A> で大体その七時過ぎぐらいにね、はい、起きて <A> できてたんです七時ぐらいに起きてきて <A> なんか結構日常普通なんですけど <A> やっぱ五時 40分に来るとなると5時に起きるってちょっとこう日常的じゃないんですよねだ、ねええ、<laughs> から今日はちょっと緊張しましたけどでも、まあ、そういやいつもこうやったなと思いながら、ええ、その前はですねそうですそうですつがなく来れってよかったです、ええ、ああの1年っていうのはね、うん、結構短いようで習慣ってそこに合っちゃうんですか、ねはい、そうですねそうでしたそうでした、ええええ、うんなんかね結構文化的な生活を文化放送のおかげでできてたんですけど、ええ、す朝早すぎるとちょっとこう<ご> <laughs> 申し訳ございません <laughs> まあ帰って寝るっていうのをやりますけどね。はい。よろしくお願いいたします。はい。さてえ今朝のですね YouTube 版アフターテラちゃんこちらのテーマで藤井さんにお話を聞きます。スタンハンセンの戦い方に学ぶ南海トラフ地震対策の必要性と国土強靭化。もう意味わかんないですね。全くわかんないですね。何が起きるんだろうみたいなそういう気持ちはおそらくあのこれご覧ななってる方には伝わったかと思うんですけども。 政府がですね南海トラフ地震などの災害対策として、国土強靭化を進めています、な、うん、うんま、何て言ったってご存知の方、多いと思います、うん、国土強靭化という、うん、この国土強靭化という名前をですね藤井さんがつけたわけでもともと内閣官房参イをおつ上で。はいはい まあむしろそれを大学で提案してたから参与に任用されたって、まあ、アベノミクスと一緒ですけどね、ええ、まあそういうのがあったっていう、まあ、国土強じ化をやろうっていうのがもう学者としての、ま。あ まあ主張だったんでね。はい。ですから私も初めてこの強靭化というのを聞いたときすごく新鮮だったし、正しい言葉ですからね。強くしなやかっていうね。で藤井さんからそれを聞いてあそうなんだから今でも結構当たり前のようにそうですね。聞これるようになりますね。そうですよね。さてそんなあの藤井先生でいらっしゃいますけれども、そんな中でですね先月あの電力需給逼迫によって大規模停電が起こる恐れがありました。 これをスタンハン線との三幹線の前哨戦に例えたんですが、このあたり、ちょっと教えていただけますか。これ、ツイッターで書いた文書、ちょっと言いますね、なんせ、まあ、なんとらに向けて、はいえー、政府では絶対起こしはならない15項目って作ってますと、はい、でいろいろやってきましたと。 でそやけどこの間の福島沖の地震で電力止まりましたと今日もちょっとニュースでねやりましたんですけど、はい、でその15起こしたかんって言ってる15のうちのもうめっちゃ陽酸起こってしもうたんですよもう全然あかんやないかとでこれで僕はこう書いたんですよ、はい、ハンセンとの三冠戦の前哨戦の腰中のヒップアタックで失神したレベルこれじゃあなんとらハンセンには張敗ですって書いたんですけど、はい、でこれコメント見てたらね、ええ、誰一人意味分かってくれてなかったんです <laughs> <laughs> 分からへんかな <laughs>、はい、誰,誰一人分かかっってなと、ね、藤井さんはもうみんな分かるだろうと思って書いたんだけどちょっと分かりにくいけどもプロレスしてたらみんな分かるかなと思ったっ誰一人分かってない<ー>しょうがないから <laughs> フェイスブックでね、ええ、これを15行から20行ぐらいで詳しく解説してそのフェイスブックをその下に貼り付けたら「ええ、めっちゃ分かりました」ってコメントが来たんですけどもこれどういうことかっていうとねスター・ハンセンという強いレスラーがまずいるわけですよ、ええ、でねこれ三沢光晴の話なんですこれは、はい、三沢光晴って僕のまあ大好きなレスラーがいてね、ええ、これがあの「スター・ハンセンと戦うぞと」と、うん、三冠チャンピオンベルトってすごいもう武道館のメインのすごい戦いを、はい、三沢やるぞ 強いレスラー同士がそうがそ,そ,そうです、そう、はい、です、それでも挑戦するわけです三沢が。はい、で、チャンピオン、スターハンセンで,で、もう新春ジャイアントシリーズかなんかのも千秋楽でさ、最終日にもう武道館でやると。 あれで三沢が戦って、これでハンセンに勝つかどうか、もうみんな盛り上がってるわけですよ、もう新春ジャイアントシリーズでね武道館だったら一番ぐらい入りますよそうそうそう、ね、でもう三沢いけるかと、それ、えー、でまあ、ハンセンと戦うから、ずっとハンセンとばっかり戦うわけいかないので、雑魚と戦うわけですよ、<laughs> その3日前とか4日前とか。隠したみたいな。隠したと戦って、ちょっと肩ならしで、で、こう、調子上げていくって、これ、それを前哨戦と呼ぶんです。はい、これが反戦との三冠戦の三 前哨戦ってその、はい、前哨戦で当たったのが越<っ>中四郎っていうねもう「しょうがないや <laughs> <laughs> しょうがない」って悪いんですけど、ええ、だいぶ弱いやつがおるんですよ。はい もう、や、やってるってやってるってなんとかだってってとか、もうなんか、なんやのお前みたいな。ちょっとひげ生えてね。見た感じもちょっと弱いんですよ。J、J ウォークみたいなやつなんですあ、お前どっちかやったら J ウォークで綺麗な指してたんだねぐらいやろ、お前と。全然強くて、それと前哨戦でミサが当たるわけですよ。ほいで、この、腰白中はね、もうなんにもない男なんです 何もない言葉なんですけど <laughs>、ええ、もう唯一のこの腰の中といえばヒップアタックというのがある、ええ、ヒップアタックってこう全部あるでしょお尻体の中でも一番柔らかいとこですよああそうですね全部ね一番柔らかいでしょでしかも体の中で一番痛くないじゃないですかクッションみたいなね,ねだからも蹴られてもこの辺とかで痛いけど<ー>お尻痛ないじゃないですかあ、はい、そう痛なくてでしかも柔らかいソフトなやつを 向けて、ぴゅってこうお尻突き出して、とどこに当てるんですか一応ね、こう飛んで、こう、首、ほっぺたを狙うっていう、あんま飛んでなかったら、この辺、首ぐらいなんで、普通は、ヒップのとパーンってやられても、<っ>もうやらかいし、はい、で、もうレストラン、受け身得意やから、<っ>はいはい、はいはいぐらいなんですよ。 コシナガと戦ってヒップアタックやられてる時に<え>三沢が失神したっう話そ,その三冠戦行かないといけないのに <laughs> 行く前のザコと戦う<え> <laughs> その前哨戦でコシナガのヒップアタックで<え>電部がほっぺたたっただけで失神<え>しちゃうような話やと今回の福島沖地震で電力が15個も止まっていま、えー、だに3つ100万キロワットのやつとか止まっとると、えー、火力発電所がねこれも腰 ヒップアタックで失神したレベルやないかと本当だったらもうその三冠戦優勝するかみたいな強人さがなきゃいけないそうそう、えー、だからもともとだからもうなんとらのような、はい、うその三半戦と戦そうぞと、えー、でラニアット2回くらっても立ち上がるぞぐらいな話なんですよ、はい、ほんまは本当はそのぐらい強人さ <laughs> <それ S 1> 持ってなきゃいけんんお前。 っていう意味で書いたの。あ、そうだった。私誰も分かってない。<laughs> びっくりする。世の中と僕とこんなに離れてたっけみたいな。あ、そうだった。誰一人分かってくれてない。えー っていう悲しい話でした。いや今だから腰長さんのヒップアタックの技もわかりましたし。そう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 。まあでも言うってもまあ僕と戦ったら僕よりは強いと思うんですよ。あそうそうなんです。だヒップアタック当たったら僕ちょっと痛いと思うんですよ。痛いそうなんですね。ちょっとぐらいはね。はい。ちなみにそのスタンハンセンのラリアットと長州力さんの力ラリアット、これどっちの方が破壊力？あもう。 話ねまあこうやってるだけじゃないですかもどっちかでもこれぐらいですよもう切れてないぐらいしか言わないですもんね長州とハンセンとそんなんなももうダメこれ失礼ですがヒップアタックにちょっと毛入ったぐらいですよこれ長州ファン切れるやろなこれいやいやいや

まあ下手したら一寸太鼓で背中の骨折れるぐらいですよも。なんですか今のはあるんですね。えこれあの各自ですね自習をするということにいたしました。それぐらいの話だって。はい。まあだけど心配なのはその国土強靭化これでね今回のこの火力発電所がここまでこのダメージを受けちゃったっていうところが。だって腰中に負けたら三関戦できないんですよ。そうですよね。だからちょっと腰中に勝てるようになっとかんとね。 いや、それもアジアタックも取れないですよ。そのためには、だからトレーニング積まなきゃいけない。トレーニング積むためには、やっぱりお金が必要だ。いや、そうですよ。そういうこそうなんですよ。あの、もう、そのトレーニング費用出してくれないから。財布握ってる財務省。財務省君が出してくれないから。まあ、も、だから、維新大行で骨折れるんですよ。それ。あ気になるな、維新大行。えねえ。 でもこれその専門家である藤井さんからしてみてだから今回のこの,ねこのくらいのレベルの地震でここまでのダメージを受けちゃったというのは最悪ですよ、だからまた根本からねでもヒンズスクワット1日1000回からですこヒンズスクワットからですよ、これえ、えー、もう根本的にもだめなんですよ、なんすよ腰なかやられるからだ,だから今、発電関係者の方々だってすごいショック受けちゃってるってうそうですよ、腰中に負けたよ。 ねええー、これやったらフチには負けるやんもうみたいな赤尾にいるんですね赤尾にうわ層、ね、が厚いない,いろんな選手がい,ていや,いや意外と薄いんです 意外と薄いですやちなみにですね越中さんは高校卒業後東京電力に入社えそうなんですねそうなんだ何しとんねんそれで全日本プロレス入門まで1年間働いていたという電力には縁があるねえまあまあそんな感じのそんな感じそうですが破天荒な人生からだいぶ離れたもんやってやるってやってやるって そ,ううそれぐらいしか言えない。<laughs> そうちょ <laughs> なんかえー、なんかチャーミングな感じもしないでもないですけど。そうそう J ウォークなんです。え J ウォークなんですね。はい <laughs> えということで以上ですね。YouTube 版アフターテラちゃんお届けいたしました。土井 <laughs> さん強いですよ。すいません。内 <laughs> 藤さんありがとうございましたすま。ありがとうございました。すいません。す